はい、皆さんこんばんは。マンスリーピッチ7ミニッツ第5回始まります。私、ナビゲーターを務めます、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、リーポーバーの杉原です。よろしくお願いします。はい、同じく本日司会進行を務めます、スマートシティインスティテュート事務局の土屋です。毎週水曜日、スタートアップシリーズですけども、7月からですね、この第4水曜日、マンスリーピッチということでスタートさせていただいております。本日もよろしくお願いします。そして、スペシャルゲストということで、南雲専務理事をお招きしております。南雲さん、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。皆さん、こんばんは。南雲です。早くも5回目ということで、気がついてみますとですね、皆さんのお顔を見るのを大変楽しみになってきてまして、一つのコミュニティが出来上がってきたかなというふうに思ってます。街もね、もうコロナをなんか落ち着いちゃってますけども、第6波来るとか言ってますけどね、まさに今みたいなタイミングで、いろんな皆さんですね、つながりを作っていただいて、一つでも多くスタートアップと自治体の皆さんがつながって、何かこう具体的な成果につながるといいなというふうに思ってます。今日もぜひ盛り上がっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは、マンスリーピッチ7ミニッツ、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。7ミニッツは社会課題の解決につながる事業を展開するご法要しスタートアップの方々と、全国の熱い自治体職員スタメン47との出会いの場を提供することを目的としています。ご法要しスタートアップとは、近江商人の経営哲学である三方よしに未来よし、地球よしの2つを加えまして、現代社会においてあるべき企業理念として我々独自に定義したものになります。毎回ご応募いただいた中から事務局選考を通過したご法要しスタートアップ4社にご登壇いただきます。特徴はですね、質疑応答の後、スタメン47の皆さんがコネクトかナイスの札を上げていただきます。で、コネクトの札を上げた自治体と登壇企業が連絡先を交換するシステムとなっております。第3回までの実績なんですけれども、1社当たり平均8コネクト上がっておりますので、本日もたくさんのコネクトが上がるよう皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、たくさんのコネクトですね。今日も期待したいと思います。よろしくお願いします。本日ですね、5回目ということなんですが、来月ですね、第6回を企画中ということでございますので、引き続きやっていきます。それから今からご紹介します、スタメン47、実際の皆さんですね、こちらも随時参加者募集しておりますので、またぜひ事務局の方にお声掛けいただければと思います。それではプレゼンの前にですね、まず今日ご登壇、この趣旨にご賛同いただきまして、ご参加いただいております全国を代表する熱い自治体職員の皆様、47の皆さんですね、ご紹介させていただきたいと思います。もう時間もございますので、私の方から名前と団体名とですね、お名前を読み上げますので、ぜひ手を振ってですね、皆さんにアピールしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、画面をオンにしていただけますでしょうか。はい、準備 OK でしょうか。じゃあ私、順に読み上げますので、手を振ってください。よろしくお願いします。じゃあ、いきます。ですね、最初は宇部市の弘中さん、お願いします。横須賀市の永田さん、はい。横浜市の高木さん、お願いします。それから京都知恵産業の森の川口様、知恵産業創造の森ですね、失礼しました。それから佐賀県の村川さん、はい。渋谷区の中谷さん。はい。裾野市の藤田さん。はい。西条市の曽我部さん。はい。前橋市の八千田さん。お願いします。大阪産業局の野崎さん。はい。大田区の臼井さん。はい。大府市の戸田さん。よろしくお願いします。東広島市のクリスさん。はい。浜松市の中田さん。はい。豊橋市の室井さん。豊田市の清水さん。はい。以上になりますがですね、ちょっと読み上げてない方いらっしゃったら声上げてください。すいません。はい。以上となります。はい、大丈夫です。今日もたくさんのお忙しい中、たくさんのスタメン47の皆さんにお集まりいただいております。ぜひ
たくさんのコネクトいただけるよう頑張っていきましょう。それでは1社目始めていきたいと思います。1社目の登壇者は B ブリッジ近藤さんです。近藤さん。はい、近藤です。ご準備できましたら、セブンミニッツピッチをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、あ、こんばんはですね。こんばんは、株式会社ビーブリッジの近藤と申します。弊社はですね、 AR、VR などの XR の技術を持つ会社で様々な事業を展開しておりますが、本日はその中の一つのココニーというサービスで AR を活用した新たな移動体験とエリアの価値向上の取り組みを紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに今回のサービスで活用している AR の技術を紹介させてください。皆さんがこう今までスマートフォンで地図を使ったときに、左の画像のようにこう現在地が急にワープしてしまったり、地下鉄などからこう地上に出て使おうとしたら方角が分からず、こうスマホ片手にぐるぐる回った経験って一度はあるかと思います。でそんな時にですね、 AR のナビゲーションを使っていただくと、映像のようにスマホをかざすだけで目的地までの道のりが分かるので、迷うことなくこうスムーズにたどり着くことができるようになります。で Google にも AR の機能はありますが、 Google の場合はこう車が走って撮影するストリートビューベースというものになりますので、撮影していない場所だとこう AR が使えなかったり、あと夜だとこう画像のように明るいところで操作してくださいと出て使用できないんですけれども、弊社の AR は GPS と独自の補正機能を入れているので、夜でもこうどこでも利用できるところが差別化のポイントになっております。でこちらの AR のナビゲーションは今年の1月に特許も取得しております。次に課題になります。おそらく皆さんのこう地域の観光課や観光協会などの情報発信の現場ではこれらの課題があるかなと思っております。一つ目がこうガイドブックだとか、あと SNS などのさまざまな場所に情報が散らばっているので、更新するのに時間とコストが非常にかかっているという、まあ、情報更新の課題だとか、二つ目は地域を訪れた人がこうお目当ての場所に行くだけでその周辺のお店や他の観光地に行ってもらえないこう地域の回遊の課題だったり、そして3つ目が他の地域とこう差別化をしたいけれども自分たちの独自性が出せていないっていう、まあ差別化の課題、まあ大きくこのような課題があるかなというふうに思っております。でそれを解決するのが弊社のサービス、ココニーというサービスになっております。で特徴は大きく3つございまして、1つ目がこう散らばっているお出かけの情報を1つに集約できる点で、2つ目がユーザー同士でこうスポットだとかエリアの情報交換ができるので、みんなでこう地域の魅力を発信していける点です。例えばこう大阪城という場所を1つ撮ったとしても、私はここの場所から写真を撮るのが好きだとか、あとは私はここから眺める夕日が好きなど、こうその人なりのおすすめの場所をピンポイントでこう指定をして情報発信をすることができるので、一つの場所の価値を上げて、それがこう集まることでエリア全体の価値を上げていくことができます。そして3つ目がこう AR によってかざせば分かる直感的な移動と、あとは訪れた先で新しい体験を提供できる点になります。でこのサービス、ココニーはですね、ナビゲーションだけでなく他にもこう地域内を回遊して消費を促進するクーポン、特典、スタンプラリーやポケモン GO のような AR 撮影機能があります。で例えばこう音声動画ガイドのところで言いますと、よくこう美術館に行くと作品の前でこう耳に音声を当てて音声を聞きながらですね、その作品についての歴史の説明などでこう理解を深めることが多いかと思います。でここにも同じように、例えばこう大阪城に訪れたら観光ガイドの人がいなくてもですね、自分の持っているスマホ一つでその場所のこう見どころだけではなく、この歴史だとか文化エピソードなどを聞くことができます。それによってこうただ見て回るだけではこう分からなかった世界を伝えていくことができるようになります。さらにこうログイン情報をもとにですね、分析もできるので、行動データに基づくこうリアルな分析によって効果的な施策が打てるようになります。このようにココニーを導入することで、情報の集約からこう土地勘がない人でもこう現地でのスムーズな移動と、その土地ならではのこう体験というところを実現することができます。さらにこう今まで観光パンフレットや冊子の制作にかけていた紙インクのコストも削減できて、またこう印刷における CO2 排出の量も減らしていくことで、こうより地球環境にも優しくこうサスティナブルな世界を作っていくことができます。このように昨年の12月にサービスをリリースして以降ですね、様々な自治体、観光協会、企業様にもご導入いただき始めております。
特に大きなトピックとしては、来年福岡でオリンピックの次に大きな国際大会の世界水泳の大会が開催されます。で、弊社はその大会のナショナルサポーターになっておりまして、今回ご紹介させていただいたこの技術が高く評価されてですね、スタートアップではこう異例の抜擢というふうになっております。で、この AR のサービスココニーで大会の会場までの案内だとか、あとは試合を楽しんだ後に地域を回遊を促してですね、地域内消費を促進するサービスとして、日本人の方のみならず、こう世界各国の人々にご利用いただく方向で決まっております。で、導入事例としましては、今年の3月に茨城空港に来た時にだけ楽しめる体験として、AR の飛行機との撮影体験を提供しました。茨城空港の課題として、やはりこうローカル空港なので、朝と夜しか飛行機が飛んでいなくてですね、日中にこう飛行機を見たくて空港に来た子どもたちが、空港にこう一機も飛行機がないのを見て、がっかりして帰る経験というのがよくありました。そこでこう今回の AR 飛行機との撮影体験によって、こう茨城空港に来ればいつでも飛行機と撮影体験できるという体験を提供しました。やはりこう子どもたちが撮影を楽しんでいたのと、こうそれに伴って親も移動するので、地域内の消費促進というところにも貢献できたかと思っています。で、またこれをですね、例えばこうアニメのキャラクターだとか、あとゆるキャラなどとコラボして、聖地巡礼やこう季節ごとに違う洋服のキャラクターと撮影ができるこう体験というところで、地域内の回遊を促すことをこう皆様と一緒に進めていきたいなと考えております。で、このようにココニーを活用することで、こう地域の回遊を生み出すとともに、送客ビジネスだとか、あとは二次交通の利用促進、あとは防災での AR ナビゲーション活用などにもこう広げていければと考えております。また今後はですね、作成したスポットリストを売り買いできる機能を搭載して、書店の観光街歩き雑誌コーナーをこうココニーのサービス内で実現することで、皆様の新たなこう収益源にも貢献していくことができます。皆さんがこう持っているスマホ一つでこう楽しみながらお出かけすることで、地域のこう隠れた場所の魅力発信や、商店街などの活性化につなげて いければと考えております。で、観光やこうお出かけにおける地域内の消費促進は全自治体の皆様にも関係してくることかと思っております。まあ、こちらのサービスですね、無料からスタートもできますので、まずはこうコネクトを上げていただいて、今後具体的なお話をさせていただければと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。1社目 B ブリッジ近藤さんでした。ありがとうございます。私極度の方向音痴なので、こういったサービスがあると大変ありがたいなと思っておりますけれども、観光コロナ禍もあってですね、この観光系とかどうでした、ここ最近のビジネス面では。いや、逆にこのコロナ禍において先に先行してこう準備したいっていう自治体の方々とか企業の方々がいらっしゃったので、ビジネス面的には全然打撃を受けていなく、逆にこう伸びてきているっていうところがございます。なるほど、なるほど。そう、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。では、質疑応答の時間に入っていきたいと思いますが、自治体の皆様、ご質問コメントいただける方、挙手をお願いいたします。どうですかね、割と観光に力を入れてらっしゃるような自治体さんも多くいらっしゃいますが、あれですね、あ、神戸市さん。神戸市さんですね。はい、ありがとうございます。中澤さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。ごめんなさい、途中からの出張になってしまって大変恐縮なんですが、一点だけご質問させてください。AR 系のサービスに関しても、ポータルサイトに関しても同じだと思うんですけれども、どうランディングさせるかっていうのが非常に難しいと思ってまして、そこの知見がもしあればお伺いさせてください。以上です。すみません、どうランディングさせるかっていうのは、すみません、具体的にどういうアクセスさせるかですね。どうサイト、もしくはツールにアクセスするか、もしくはアプリケーションをダウンロードさせるかっていうところですね。ありがとうございます。今の現状はですね、アプリケーションを立ち上げていただくっていう形になっております。で、今後はですね、ウェブサービスも提供していくっていう形で準備を進めております。なるほど、あれですかね、中澤さんのご質問は、そのアプリをどうダウンロードさせるんでしたっけっていうところですかね。なるほど、すいません、アプリをダウンロードさせるっていう意味で言うと、やはりその魅力的なコンテンツをこう中に充実させていくっていうところと、あとは、やはりその観光協会様だとか、あとはメディアとのこうリレーションを今作っていてですね、そこでこう PR をしていっていただくっていうところで、この二軸からアプローチをしているというところでございます。ありがとうございます。弘中さん、分かりましたかね、今。はい、はい。宇部市の弘中です。発表ありがとうございました。
ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけども、利用料がかかるのは当然分かったんですが、初期費用も別途かかるビジネスモデルでしょうか。いえ、こちら初期費用はかからないです。通常にこう利用していただくシステムの利用料っていう形で費用が発生するだけになります。はい、ありがとうございます。はい、続いて、京都知恵産業創造の森川口さん。ありがとうございます。すいません、ちょっとお伺いしたいのが、今多分各地域でいろんなもうすでにまあレガシー的に残っているコンテンツっていうのが多分いっぱいあると思うんですけれども、それのこうつなぎみたいな、多分ガイドブックのお話もされてたんですけど、なんかこのアプリの中でそういうのもこう同時接続できるのかとか、まあ、それはウェブ版になってからとかっていう、なんかそういう方向性みたいなのもしあればお伺いしたいです。そうですね、今だと結構多いのがその自治体の方々がまずはパンフレットからこうデジタル化していくっていうところが大きくあります。あとは今こう掲載しているウェブの情報とかっていうところをまずはこう個々にとに移していくっていうところですね。今こう API とかですぐに連携するっていうところはないんですけども、今後ちょっとそこの部分は、まあ、そのメディアとの関係にもなってくるんですけども、考えていきたいとは思っております。ありがとうございます。はい、他いかがでしょうか。結構ね、観光系の取り組みは皆さんいろいろやってきてらっしゃいますもんね。あれですかね、でも福岡県さんみたいに、そのなんか大きなイベントがあったタイミングで、それのプロモーションと兼ねてこのアプリを入れていくみたいなのが一番入りやすいやり方かもしれないなと思ってたんですけど、近藤さんいかがでしょう。そうですね、やはりそのイベントっていうところで言うと、しかも国際大会の世界水泳で言うと大きなポイントになるかなっていうふうに思っております。で、あとは まさにその他のイベント関連とかとアニメのキャラクターとのコラボとかでこう推進していくことで、よりこう効率的に面的にアプローチしていくっていうところはございます。あ、そうですね、茨城空港さんなんかの例で言うと、例えば各自治体さん持ってらっしゃるゆるキャラのなんか撮影ここに来るとゆるキャラと撮影できるとかありなんですかね。おっしゃっていただいている通りです。あとはまあその季節とかによってこうゆるキャラが着替えて、そのクリスマスのサンタクロースの格好をしているゆるキャラとその場所限定期間限定で撮れるだとかっていうところになると、やはりお子さんが喜ばれてこう移動されるっていうところ、それに伴って両親の方も移動されるので、こう地域の消費っていうところはより多くこう貢献していくことができるかなと思っております。そこがなんか回遊につながっていきそうですよね。いただいている通りです。はい、ありがとうございます。なんか聖地巡礼とか盛り上がりそうですね。うんうん、出てくるとね、実際にね、うん。そこにいるとなんかゆるキャラが巫女さんの格好しているとか、神社に行くととか、いろんなバージョンが作れると集めたくなる人もいそうですね。はい、それではそろそろよろしいでしょうか。はい。では第5回1回目です、コネクトはナイスのお時間です。皆さん、皆さんご準備よろしいでしょうか。はい、今度はいただきましょう。あ、レッツコネクト上げていただいてます。川口さん、西さん、浜松さん、桐谷さん上げていただきました。横田さんのレッツですかね、ありがとうございます。他よろしいでしょうか。大田さんナイスかな、あ、どっちかな。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。上げていただきました。今コネクト上げていただいた方お手数ですが、チャットの方にも C というマークだけ送りつけていただけると大変助かります。はい、近藤さん、たくさんコネクトが上がりましたので、またです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひこれを機につながっていただければと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ビッグリッチ近藤さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、続いていきましょう。この調子でいきましょう。2社目ですね。未来へ島田さんのご登壇です。島田さん、ご準備のほどよろしくお願いします。はい、じゃあ始めさせていただきます。はい、はい、改めましてすみません。株式会社未来への島田と申します。今日はですね、まあ、地域からこういかにこう環境貢献をするかというところのテーマで、まあ、ご提案をしたいと思います。ですね、まあ、当社は環境機器の製造のメーカーなんですけれども、そうですね、まあ、
最近、中国電力様ですとか加賀電子様、あと鳥取銀行の系列のキャピタルさん等からもご出資をいただいている会社です。で、あとは丸紅さん等との、まあ、戦略業務提携というのも結んでいる、まあ、そういった会社でございます。でこれまで当社はいろいろちょっとユニークな環境機器を開発しておりまして、まあ、多くの、ところからまあ、そうですね、賞とかもいただいて評価をいただいておると、そういう会社です。はい。で、でまあ、当社はこの環境機器のメーカーとしてはこのお客様と地球の笑顔を増やすという、まあ、経営理念を掲げておりまして、はい、こちらで、まあ、ずっと、はい、まあ、いろんなお客様に対して、はい、環境機器の方を、まあ、納めしているというこういう会社です。はい。で当社は堆肥化装置と脱臭装置という、まあ、2つのセグメントの、まあ、装置を開発販売しているんですけれども、本日はですね、まあ、まさに自治体様のゴミ処理というところについて少し、まあ、お話しできればなと思っています。はい。でまあ、そもそも、まあ、自治体でですね出てくるゴミっていうのを、1つはまあ生ゴミですね、大体これが国内2000万トン、あとはまあ下水汚泥ですね、こちらが8000万トン、まあ、合わせると1億トンというまあ膨大な、はい、量でして、でこれを今まあ、どうしてるかっていうとですね、大半は焼却まずして、まあ、燃やしちゃうんですね。でその後生ごみについてはまあほとんどは埋め立てられています。で下水汚泥は焼いた後の灰をですね、セメント原料として使っているわけですけれども、ただこの処理にはですね、まあ、大きな3つの課題があります。でまず1つはですね、まあ、莫大なコストですね。大体、先ほどの処理をするのに国内でいうと、まあ、2兆円くらいのお金がかかっているわけですけども、10万人あたりに直すと処理コストはまあ20億円ということになってきます。でこれが大きな財政負担になっているというところ。でもう一つがですね、やはりリサイクル率ですね。先ほど、まあ、生ごみは焼却したとも埋め立ててしまう、つまりもう再利用してないということなんですけども、このリサイクル率が非常に低いというところが、まあ、現在課題になっているというところです。あと3つ目としてはですね、まあ、当然物を燃やすわけですから大量の CO2 が出てしまうということで、これもやはり今の時代にはちょっと逆行しているなというところが、自治体の課題になっているというふうに考えています。はい。でそこでですね、当社は、まあ、こういうちょっと課題なんですけど、簡単に言うとですね、こうした、生ごみあるいは下水用で、あと今日ここに書いてませんけど家畜糞尿ですね、こうしたいわゆるバイオマスと呼ばれるものをですね、堆肥にする、あるいは、その堆肥化をさらに進めると燃料化という自燃する状態まで持っていけるわけですけども、そういうような施設を、建設、まあ、その導入していただくことでですね、これまでかかっているコストを減らし、かつ CO2 も大きく削減できますよという、まあ、そういうご提案をしたいというふうに考えています。はい。でまあ、今日はちょっと技術的なところの詳細はあまり言いませんけれども、当社の一つ持っている技術として堆肥化装置でいうと、まあ、ここにあるような まあ、コストを大幅に減らし、かつ CO2 を減らすというようなまあ、技術も持ってをまず持っています。これは当社 と、島根県とでですね、共同開発して特許を取得した、技術になります。はい。でもう一つが脱臭装置ですね。当然まあ、生ごみとか下水汚泥をどこかに集めるというと、いやどうしても悪臭を絶対発生させてはダメですので、まあ、そうした時にこの脱臭装置が、まあ、お役に立ちます。これもですね、当社はちょっと、特徴としては世界で初めて消耗品コストをゼロにしたというところで、はい、これは当社と、まあ、ごめんなさい、これ鳥取県ですね、鳥取県が基礎研究をしていて、はい、当社で、まあ、これを実用化したというこういう技術なんですけれども、まあ、こうしたものですね、で、まあ、プラント設計をしていくというような、まあ、ご提案になってまいります。でこれまで、まあ、
自治体様でいうとですね、いろんなところで下水汚泥とか、あるいは生ごみですとか、まあ、そういったもの の, あのリサイクル施設を、まあ納入した実績があります。まあ、ここに写真出てる以外でもですね、あの国の、まあ、農林省 の, あの施設ですとか、はい、あの他にも、まあ、いろんな観光庁様であの多数の実績があります。はい、まあ、こうしたものをですね、今後あのもっと、まあ、今リサイクルをもっと高めるだとか CO2 を減らすだとか、まあ、そういった課題のところにあの非常にマッチした、まあ、施設になりますので、あのぜひ、まあ、こういうところの、まあ、導入をもっと進めていけたらなというふうに考えております。はい、でまあ、あの当社はですね、まあ、こうしたあの、まあ、技術というか施設を通じて、まあ、先ほどその、2兆円という非常に、まあ、多額のゴミ処理経費ですね、まあ、こういったものを減らし、かつあの CO2 をですね、大幅に削減できるというような、あのそういう、まあ、モデルというのを最終的には普及できればいいなというふうに考えております。と、まあ、さらに将来でいくと、そういったものを排出権に変えてですね、あの自治体さんの新しい収入源にできたらなというところも見据えております。はい、でまあ、そこで本日はですね、あのこういう、まあ、担当の部署などを紹介していいよとか、あるいはまさに今ゴミ処理の計画策定中であったり、あるいはリサイクルを通じた SDGs を模索しているといったような自治体様と、つながることができればなというふうに考えております。はい、以上になります。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、島田さんどうもありがとうございました。すでにたくさんご実績が終わりというところですよね。はい、はい、でこの手この分領域の話でいうと、かなり、ご関心の高い自治体さんも今日たくさんいらっしゃるかなと思いますので、ぜひご質問コメントいただきたいなと思います。はい、皆さんいかがでしょうか。はい、早いですね。中澤さん、ありがとうございます。神戸市さん、よろしくお願いします。あ、プレゼンテーションありがとうございました。大変勉強になりました。あのお伺いしたいのが、生ごみの、堆肥化の件ですかね、なんですけれども、はい、あのまずこの分別として生ごみ、だけが対象と、分別された生ごみだけが対象になるのかというところと、あともう一つが、その生ごみってその中身が安定しない、その季節とかによってだいぶ変わると思うんですけど、それは何か問題になるのかって、その2点をお伺いさせていただければ幸いです。はい、まずあの分別に関しては基本的にあの、その通りで、まあ、すべて可燃ごみのまま今のまま出すっていうと、ちょっとあのそこから施設で分別はちょっと難しいのかな。これまでの導入実績ではすべて分別していただいています。ただ一方で異物が一定程度必ず入りますので、それはあの施設側でちゃんと、はい、あの、はい、あの分別ができるようにはしております。と、2番目のご質問、ごめんなさい、2番目のご質問が生ごみの中身って、中身、季節変動とかですね、季節変動すると思うんですね、はいはい、そこについては、はい、あの現状問題ございません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なるほど。なんかあれですか、中澤さん、中身によってどんな問題が想像されるんですか。いや、出来上がる堆肥の中身生成物が変わる可能性があるよなと思ってて、でそれがあの使おうと思ってたものに使えないとかっていうのが出てくる可能性があるのかなと。私全然ここ素人なんですけど、そもそも生ごみの組成が変わると思うんで、はい、はい、あの微妙には確かにあの原料が変わるんですけれど、あの特にそこは堆肥化の品質の部分で大きな影響はないというご認識を、はい、持っていただければと思います。はい、ありがとうございます。他ご質問コメントございましたらぜひよろしくお願いします。本当はね、大田区さんとか興味ありそうだなと思ってたんですが、はい、あ、川口さんですかね。はい、すいません、ちょっと私もあのかなり素人なのでこの分野ちょっとあのお伺いする形になってしまうんですが、普通ゴミを集めるときって生ゴミと他のゴミみたいな、はい、あの混ざってるじゃないですか、はい、それの処理分別は、各自治体のもともとのなんか処理機器があって、それでしてその後の生ごみだけ集めるっていう施設を作るっていう、そういうイメージですか。そうですね、はい、今は、まあ、可燃ごみで生ごみも全部出しておられるのが普通だと思いますが、
今うち、まあ、こういう施設を導入いただいたところは生ごみの日っていうのを決めて、であの生ごみは生ごみで住民の方に出していただいております。はい、ありがとうございます。はい、なるほどなるほど、生ごみの日っていうのができるんですね。そうですね、はい、私品川区ってるとこない、生ごみの日ないので。あ、ないですか。まだそうですね。あ、そうなんですね。あ、じゃあ、あの進んでる方だと思います。まだあのほとんど 97% ぐらいは一緒に焼却処理っていう形ですが、ただ一方で今あの生ごみ堆肥化っていうところを目指す自治体さんのお話がかなり増えていて、この 1,2 年お問い合わせが、はい、かなり増えております。はい、なんかあれですよね、このゴミの分別の話って住んでるところによって全然ルールが違うので結構びっくりしますよね。その通りです。はい、え、これも一緒に捨てちゃうのみたいなのが当たり前のように捨ててるところとかあったりして、はい、びっくりしますよねこれ。はい、他の質問、はい、広中さん、広中さんお願いします。はい、宇部市の広中です。はい、あの、ありがとうございました。堆肥化の装置の方の話なんですけれども、はい、最初はなんかあの、冷蔵庫とかなんかそれぐらいのサイズかなと思って見てたんですけど、サイズ感っていうともっと大きなものなんでしょうか。はい、そうです。あの、はい、基本的にはあの自治体様に集まってくるゴミを一括で処理できるような、はいはい、そういう施設のご提案という形になります。なるほど、はい、かなりだからかなり大きいというか、そうですね、あの、まあ、自治体の規模にもよるんですけど、はいはいはい、あの100坪から数百坪、あ、まあ、場合によってはもっと大きいケースもあります。なるほど、はいはいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他よろしいでしょうか。あ、今なんか手が上がったかな。はい、曽我部さんお願いします。すいません、ちょっとあの私どもの方はですね、本当燃えるものと燃えないものぐらいしか分けてなくて、で燃えるものもあのパッカー車で運んでるんですけど、そもそも生ごみだけってどうやって収集されてるんですかね。あの多くの場合はですね、生ごみのこうなあの、出す、まあ、容器を別に配布されるケースが一つです。それともう一つはあの、まあ、生ごみだけを今と同じような袋に入れてですね、それで出してくださいっていうケースもございます。はい、であのそのくらいであればですね、あの袋と生ごみはきれいに施設内で分別できますので、生ごみだけの袋が集まってくれば処理はあの問題なく可能です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみにこの今日ご参加の自治体の中で生ごみっていう分別されている方いらっしゃるのかしら。あります、あったりします、ない。あ、豊橋市さん、どんな感じでやってらっしゃるんですか。ぜひ。はい、豊橋市です。豊橋市はですね、あの生ごみ専用のこう有料のごみ袋、黄色いごみ袋をですね、あの市民の方買ってもらう、で燃やせるゴミと生ゴミをこう分別して、ゴミ出ししてもらうっていうような形で対応してます。というわけであのバイオマスのこう処理施設があってですね、生ゴミはそこで処理してるっていうような対応をさせていただいてます。え、そのすいません、そのゴミ袋も特殊だったりするんですか。そうですね、特殊なゴミ袋、あの多分匂いがあんまりこう漏れにくいでとか、はい、そういうのをこう考えてこう作った特殊なゴミ袋です。あ、なるほど、ありがとうございます。意外と少ないんですね、生ゴミ分けてらっしゃる。はい、貴重な情報いただきましてありがとうございます。それでは大体よろしいでしょうかね。はい、じゃあ2社目、未来家さんのコネクトはナイスの時間入りましょう。皆さん札の準備よろしくお願いします。コネクト上げていただいてます。神戸市さん、宇部市さん、東広島市さんもコネクト上がりました。浜松さん、ありがとうございます。はい、どうでしょうかね、いらっしゃらないでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ぜひ連絡先交換していただいて、はい、お話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。それでは、そうですね、2社目からガラッと雰囲気変わりましたけれども、ここからですね、その重点テーマ、環境エネルギー、マースの領域が入ってまいります。はい、
2社目、未来へ島田様でした。島田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いて3社目に参ります。株式会社プラゴの大川さんです。大川さん、ご準備のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。ご紹介いただきましたプラゴ代表の大川と申します。私どもはですね、続けたくなる未来を作るというコンセプトで、充電インフラ、充電サービス、それからモビリティ×エネルギーのですね、新しいユーザー体験を作ろうということで、サービス、デザイン、テクノロジーの3つの軸でサービス開発をしている会社です。で、続けたくなる未来っていうコンセプトにしている理由なんですけども、やっぱりこう脱炭素とか、カーボンニュートラルみたいなものが結構その上から言われてやるみたいなところが結構その社会的ななんか流れになってるんですけど、まあ、本来であればやっぱり消費者の方々が参加したくなるような仕掛けとか、モチベーションを持ってもらうようなそのきっかけみたいなものをその作っていくっていうことの方がですね、まあ、大事だというふうに思っているので、我々充電っていうことを切り口に続けたくなる未来っていうものを一緒に作ろうと、そういうコンセプトでサービス開発をしております。で、遠隔なんですけれども、2018年に創業した会社でありまして、実際に結構アクセルを踏み始めたのは今年に入ってからになります。この4月にですね、日本で初めて目的地特化型充電予約サービス、これはホテルとかゴルフ場みたいなですね、あと観光地もそうなんですけど、行った先の、充電スポットをウェブアプリから予約ができる仕組みというのを、作りまして、このちょっと写真がある充電器が IoT 機器を積んでいて、アプリと連動していて、LED でそのマーク情報を表したりして、予約ができるというものをやっております。それから、9月にはですね、電気契約の変更をすることなく、我々の充電器をただ単に立てていただければ、この充電器で充電する電気をすべて再生可能エネルギー由来であるということを証明するグリーン充電というサービスを、これも日本で初めてサービス化をしました。で、仕組みとしては、我々が再生可能エネルギーを作っている事業者さんから証明書を調達してきて、誰が何キロワット使ったかというのがリアルタイムに分かりますので、それに証明書を分割発行していくと、そういう仕組みです。あとは充電器メーカーとしては初の、プラゴデザインセンターというデザイン拠点も作ったりしておりますし、地方自治体さんという意味では、埼玉県の長瀞町さんと、観光防災、環境脱炭素に関する包括連携協定というのを締結させていただいて、具体的な取り組みというのを今進めているという形です。で、我々がですね、解決したい社会課題は大きく3つございまして、1つ目が、とにもかくにも充電インフラが、未整備であると。で、特にその目的地、行った先での充電器の設置率が非常に低いので、どうやってそれを設置、インセンティブを持ってもらうかみたいな仕組みを考えています。2つ目が、これから確実に増えていく新しい社会インフラなので、そこが、その景観ノイズを生むような、いわゆる電気設備みたいなのをボコボコ乱立する世界って美しくないので、景観ノイズを生まない充電器を作ろうというのが2つ目で、3つ目が電気自動車の電源問題って言われる、日本の場合系統電気で充電すると8割は化石由来なので、実は脱炭素モビリティとは言えないと。なので再エネをちゃんと充電やってなきゃいけないっていう社会課題を解決したいというふうに思っています。で、具体的な特徴としては先ほど申し上げたアプリと連動した予約決済可能な充電サービス、それから意匠性の高いデザイン、それからグリーン充電というところを特徴としております。で、我々ですね、実は EV ユーザーの実態調査を行いまして、EV スマートブログさんというメディアさんと共同でこの8月に調査を行いました。で、そこでいろんな声が出てきたんですけど、EV ユーザーってやっぱりこう電欠の不安がまだまだあって、ガソリン車と2台持ちしている人が6割以上いるとか、充電をですね、自宅以外で7割以上の人が充電しているよとか、じゃあどこで充電しているのかっていうと、ショッピングモールみたいな商業施設だったり、あとはそのよく出かける目的地で充電してたりしますと。あとはですね、その充電スポットみたいなものをその出かける前に事前に調べるみたいな人が 73% いたり、あと象徴的な結果としては、そのどっかへ出かけるときに充電器がある場所を選ぶっていう方が8割を超えていると。
で、積極的に選択するという方で見ても 52% の方が、積極的に選択するというふうに言っていて、結局その充電器ある場所を、増やしていくことで人の流れ、人流が生まれるということが分かりましたと。一方でその都内で言いますと充電難民と我々呼んでるんですけど、自宅で充電ができない、特に集合住宅の場合充電器はあまり自宅にないのでできない方というのは1万4000世帯ぐらいいますと。なのでその EV ユーザーに対して充電ソリューションを提供していくということが、新しいおもてなしみたいなことになり、さらにそれが経済活動のきっかけになるんじゃないかというのはいろんな仮説を持っていて、我々としては充電器を設置して点でこう充電スポットを増やしていくのではなくて、充電前後での新しいユーザー体験をデザインしていくということが大事なんじゃないかなというふうに思っております。なので、EV を選びたくなるような、新しい体験価値のデザインをすることで、EV を地域に増やしていくと、そんなことをやっていきたいと思っています。で、我々が、どういった、新しい体験価値をデザインしたいというふうに思っているかというと、基本的には、充電前後の、体験ですね。単に充電器を設置するだけではなくて、例えば充電予約ができるとか、充電レコメンドがされて、今までに行ったことがない場所に行くことができるようになるとか、あとはその充電後の体験として、充電をしている時間というのを可処分時間にして、その間に例えばその地域で使えるクーポンを発行して、消費喚起していくとか、二次交通、マースと連携するとかですね、実は日光の方でも観光型マースということで、日光の中での、マースと我々の充電器を連動するような仕掛けっていうのをまさに今年始めたりしているんですけど、そういった形でその地域共生をしていくみたいな、その充電を一つのきっかけとした新しい人の流れを作る、そういったことをやりたいと思っています。でもう少しマクロで見ると、モビリティとエネルギーの間ですね、に新しいユーザー体験を作って、それを地域社会に実装していくということをやろうと思っています。で、具体的には先ほどの埼玉県長瀞町の方で、EV インフラをまず整備しましょうというところからスタートするんですけど、そこに再生可能エネルギーを産地をして供給していこうとか、そういった取り組みであるとか、地域に EV が増えることで、防災対策になるみたいなこともお話をしております。EV ユーザーにとってもですね、行動範囲が広がるとか、持続可能社会に参画する意識を持てるみたいなメリットあるんですけど、やはり地域社会にとって言うと、その EV が普及することっていうのが脱炭素社会にとって大事ですし、ただ単にそれだけではなくて、観光的にも新しい人流を生んでですね、地域共生していくきっかけになるんじゃないかとか、地域レジリエンスを強化する取り組みになるんじゃないかとか、あと我々の場合ですと景観というのを非常に大事にしているので、美しい未来の景観を作れるんじゃないかというふうに思っております。なのですみません、なくなってしまったんですが、EV 充電の新しいユーザー体験を実装して EV を選びたくなる、そうすると地域社会に EV が増えて、充電の投資インセントが働くってい う, こう巡回転モデルをですね、EV インフラの普及とか、EV の普及を待つんじゃなくて、いろんな地域社会に、生んでいきたいというふうに思っております。すみません、なくなってしまって恐縮ですが、以上になります。ありがとうございます。まだありますか、説明本当は。大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、ありがとうございます。これ、面白いモデル、確かにあれですよね。大川さんの実体験をもとに作られた。そうですね。はい。私が2017年に EV に乗ったんですけど、軽井沢に子供と行ったら、目的地で充電ができなくて帰ってこれなくなりそうになったっていうのが、創業のきっかけです。恐怖でしかないですよね、多分充電できる。そうですね。車を置いて帰ってこなきゃいけないのかとか、どうしたらいいんだっけっていう感じになってしまう、なんか面白い着眼点だなと思っておりますが、これビジネスモデル的には、なんかご説明ありましたっけ？ビジネスモデル的には、充電器の販売であるとか、IoT 機器なので、システム利用料をその設置施設さんがいただいたりとか、あとはそのユーザーさんから使った分だけ受益者負担の課金をして、それを施設さんにレベニューシェアしていくみたいなモデルになっております。なるほど、分かりました。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、実際の皆様からも、ご質問コメントをいただければと思います。八千田さん、お願いします。こんにちは。こんにちは。すごい、非常に面白かったです。課題とソリューション、課題と現状とソリューションが明確になっていることと、何が面白いって充電時間に価値を生むって言った言葉のところが非常に面白いなと
思いました。ありがとうございます。充電時間に価値を、新しい価値を生むっていうところがもうちょっと具体的になんなのかなっていうのを聞きたいことがもう一つで、もう一個感想で言うと、多分そのプラボさんのシステムと他のところとマッチングするっていうのが行政の仕事になるのかなとちょっと思ったっていうところで、まあ、非常にいい感じになるなと思いました。で、質問ですけれども、さっき言った充電時間に価値を生むっていうのが素晴らしい言葉だと思ったんですけど、そこを具体的にどんなことをするのかが一つ目で、二つ目、この話って規制改革関係なくできるってことなんでしょうか、もしくは規制改革をここを突破するとこんなことまでできるって話があるのかっていうのが二つ目で、三つ目、まあちょっとこれちょっと広い話なんですけど、僕もこれから先防災レジリエンスっていうのが自治体間がいろいろつながるためには非常に大事だと思ってるんですけれど、さっき防災レジリエンスって言葉があったんですが、そこもなんか具体的にもうちょっと教えてもらえるといいなと思いました。すいません。ありがとうございます。いただいたご質問で順に答えさせていただくと、まず2つ目の、規制改革が関わるかというところについては、いろんな規制は確かにあるんですけど、例えば我々が電気小売事業者になれないので、時間課金しかできないとかですね、そういったところはあるんですが、大きな影響はないというか、何かすごく規制があってサービスが進まないということではないので、そこは特にないのかなというのが1点目です。で、3つ目の防災レジリエンスについては、具体的に言うと EV がですね、いざという時に蓄電池として非常用電源に活用できるっていうところが一般的に言われる地域に EV が増えると防災レジリエンスが強化されるっていうことなので、我々としてはですね、電気を給電するだけではなくて、電気をその放電する仕組みみたいなところも開発を進めているので、そういったところをご活用いただけるんじゃないかというのが3点目のお答えになります。で、1点目のですね、充電時間をその有効活用していくみたいなところでいくと、ユーザー体験からするとその急速充電器って世の中に普及はしてきてるんですけど、どんなに早くてもやっぱり30分かかるんですね、でこれはその給油の3分以内というものに対するとですね、大体シェル行為にはなりえないと思ってるので、30分待つみたいなことっていうのはすごくネガティブだと思うんですね、なんでむしろその何か他のことをしてる間に長時間駐車しているケースっていうのはたくさんありますので、そういった時に普通充電でいいので、充電を進めると。で、逆にその時間を例えば、我々ですとその充電使う時に最初チェックインをするので、アプリ上でチェックインした時にクーポンが飛んできて消費喚起するとか、もしくはその我々の場合ですとグリーン充電といって再生可能エネルギーの充電なんで、環境価値に変換して、ポイントみたいな形で貯めていって、でそのポイントをなんかその地域特性に馴染んだ体験価値みたいなのに変換できるみたいな、その地域通貨的なことの連携とかですね、だからそんなようなことでその時間の有効活用とか、サステイナブルな社会への参画する意識を体験してもらうとか、そんなようなこともできるのかなというふうに思っております。わかりました、よくわかりました。また、なんかその辺がうまくもっともっと精査されると面白くなるんでしょうね。ぜひぜひ打ち合わせさせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。あれですか、スマートシティスーパーシティ系としてはあれですか、何らか規制改革が必要だった方が面白いみたいな。それもありますね。逆に話している中でこんなことがつながるといいんだっていうところが、なんかグリーンの関係と脱炭素の関係とつなげるとか、なんかいろんなことをちょっとうまくやるといいなと思ってます。アメリカなんかだと空いてるレーンで水素の車だとか EV の車しか通れないレーンとかがあったりして、そういうのが結構進んでるので、プラスアルファのこといろいろちょっとできるんじゃないかななんて感じをちょっとしました。なるほど、ありがとうございます。はい、続いて横須賀市永田さん、よろしくお願いします。まあ、横須賀市の永田でございます。はい、まず感想からですね、横須賀ご存知だと思うんですが、電気自動車の生産工場がございますので、こういった取り組みをきっかけにして、EV が普及してですね、企業が儲かってその税金が増えればいいなというふうに思っているところが一つと、それからあとですね、その再生可能エネルギーを使うということを証明されるということでしたので、特に EV を積極的に導入している法人にとっては、それによってこう環境負荷を低減する企業活動を PR できるというようなところはあるので、そういった方々にとってはですね、そういった、自社はエコな企業であるというのを PR できるような、格好の手段になるんではないかなというところが、私の感想でございます。
個人的なですね、まあ、興味が半分になるんですが、私がですね、ディーゼルプラグインハイブリッドの車に、乗ってるときに、まあ、当然、プラグインなんで充電できるんですけれども、高速のサービスエリアに行きますと、まあ、大体、充電スポットが1箇所か2箇所しかないので、これ私が使うとですね、まあ、バッテリーがなくなったら、ただの鉄の箱になる電気自動車が充電できないだろうなと思って、いつもそこに止めないというところがあるんですね。で、まあ、そういったところがありますので、まあ、そういったまあ、できるだけ、バッテリー残量の少ない、電気自動車が近くにいる場合に、まあ、バッテリーの残量が満タンに近い、あるいはですね、まあ、エンジンで発電して走れるので、あなた、電気充電しなくていいでしょうという車のユーザー様に対して、スポットをですね、シェアするようにこう呼びかけていく、そういったようなことが、できればですね、まあ、少ない、充電スポットを、まあ、バッテリーがピンチの車に、できるだけ使ってもらえるようになるのかなというところがありますので、まあ、そういった観点でですね、まあ、EV の、まあ、もう少し心配度って言いますかね、ユーザーさんの、まあ、心配度を下げていくっていうようなこともですね、できればいいのかなというふうに考えております。まあ、できればそういった仕組みをですね、どこかでアイデアとして入れていただければいいかなというふうに思っております。はい、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。冒頭の環境広報にお使いいただけるというのは、実際に結構事例が我々も出てきていて、製造業のお会社さんとかがその EV 車用車にして、ただ単にそれだけではなく、そのグリーン充電で走らせるみたいなことを PR されるみたいな事例というのは実際出てきております。ただ公団の方も我々急速充電器ではなくて普通充電器をその増やしていこうという活動をしていて、だいたいその施工費も含めるとですね、急速充電1台に対して普通充電10台ぐらい設置できるんですね。なんで、まあそういったものをですね、ちゃんと駐車時間の長い施設に数を増やしていくっていうことが、まあ、一つのソリューションになるかなというふうには思っております。はい、ありがとうございます。永田さんのユーザー視点での、ニーズも分かったので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、続いて上司弘中さん、よろしくお願いします。はい、はい、広岡です。ありがとうございました。ですね、最初のスライドでですね、車がこう充電している写真があったと思うんですけど、なんか下の方からプラグ出ててですね、あれどうなってるのかなと思って、そうですね。はい。はい。あとデザインで、その下の写真も多分、細長いのが充電設備なのかなと思って見たんですけど、そういうことで理解でよろしいですか？おっしゃるとおりです。この上のですね、車止めに充電器をの機能を載せているのは、実はコンセプトモデルで、この1月に発表させていただいたんですけれども、うん、これ、我々の開発思想がですね、充電器を選ぶことは未来の景色を選ぶことっていうコンセプトで、極論、今あるものに機能を付加していくのがベストで、とすると、車止めとか縁石に充電機能を出したらいいんじゃないかっていう発想で発表しました。はいはいはい、これは車止めからこうつながってるんですね。そうですね。で、この実用化はこれからという形で、研究開発を進めてます。で、下はおっしゃる通り、この2本が充電器でございます。はい、ありがとうございます。はい。はい、すいません。豊橋市の村井さん上がってるんですが、土屋さん、時間大丈夫でしょうか？じゃあ、これで最後ということで。はい、はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。豊橋市です。すみません、ちょっと自分が聞き戻していたら大変恐縮なんですけれども、今聞いた話と、まあ、給電設備をこう整備して電気をこう、行政の方から提供をして、で、まあ、クーポンで消費喚起をするっていうような話があったかなと思うんですけど、率直にこういった話を、まあ、自分の市の担当から環境部に話を持っていくと、きっと第一声がなんか結構こう予算というかハイコストになってしまうんじゃないかなっていうことを言われるのが想定されるんですけど、このあたりのコストの観点って、どういうような、お考えがあるのかな、その自治体のこうハードルを予算のハードルを超えるような何かこう、アイデアがあるのかどうかっていうところをお伺いできればななんて思います。は
はい、わかりました。ありがとうございます。ですね、まずそもそも普通充電器なので、工事費も、普通に200ボルトを引いてくればいいので、急速ほどコストはかからないということと、あとそのユーザーさん、実際に受益者がやはりそのガソリン代と同じようなものなんで、ユーザーさんだと思うので、ユーザーさんがどうやって課金徴収していくかの仕組みとか、その値段とかをですね、例えばダイナミックプライシングにして、その非常に利用が多いときは高くするとか、そこにその経済合理性を持ち込むことで、設置者の方に還元できるそのなんですか、ね、コストっていうのを回収するモデルっていうのを描いていますので、極端なし初期設置無料で回収するモデルみたいなところの検討も今進めているので、単に充電器をボンと設置して工事してっていうことではない、そこから先でビジネスを作っていくっていうことを考えております。ありがとうございます。ありがとうございました。今ちなみにどこかで自動車を充電しようと思ったらいくらぐらいかかるものなんですか？ですね、いろいろありまして、普通充電ですと大体、1時間で、150円から200円ぐらいで、急速充電器だと30分で、1000円か1500円とかですかね。全然違うんですね。そうですね、出力が全然違うので。なるほど、はい、ありがとうございます。全然知りませんでした。はい、では皆さんからのコメントご質問で揃いましたので、ここから、はい、コネクトはナイスのお時間に入りたいと思います。ぜひ皆さんコネクト札を上げていただければと思います。はい、リスさんありがとうございます。コネクト上がりました。京都産業総合の森さんも上がっております。浜松さんコネクト、大田区臼井さんコネクトです、渋谷区中谷さんもコネクト、前橋市さんもコネクトです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。見えてないところありますでしょうか？はい、たくさんのコネクトが上がりました。ありがとうございます。今コネクト上げていただいた方、 C のマークをですねチャットの方にも送っていただけると助かります。大川さんたくさん上がりました。おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、3社目プラゴ大川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではいよいよ最後のスタートアップ登壇企業になりました。4社目でございます、ゼロボード時計寺さん、ご準備のほどよろしくお願いします。はい、ちょっとインターネットが若干遅いところなんで申し訳ないかもしれない、途中であれかもしれないですけど始めさせていただきます。よろしくお願いします。株式会社ゼロボードの時計寺と申します。弊社はですね、CO2 が見えるとクリーンな未来が見えてくるというスローガンのもとですね、企業様向けに CO2 排出量可視化のクラウドサービスを提供しております。で、事業背景みたいなところからちょっとご説明申し上げたいんですけれども、このあたりの事業背景もですね、先々週まで COP26 をやって日々、使命を賑わせていたので皆様もよくご案内のところかなというふうに思いますけれども、今事業会社を取り巻く、このカーボンニュートラルにまつわる、事業環境というのはですね、主にこの金融市場からの、開示圧力ですね、環境配慮型の経営に、シフトしてくださいねと。でそのための施策、企業としての CO2 排出量だったりとか、機会あるいはリスクの分析というのをきちんと出していってくださいねという、そういった開示に対する圧力、あるいは国ですね、日本もカーボンニュートラル宣言をしておりますし、地域の皆様に関しては地域脱炭素ロードマップという形で脱炭素の旗振り役というところの役割の期待というのは非常に大きいかなというふうに思いますので、そういった地域脱炭素施策というところを皆様もお悩み慣れているところかなというふうに思いますけれども、やはりまずは企業に対してそういった脱炭素の圧力、地域としても条例ですとかそういったものでですね、開示を求めているところは、あると思いますけれども、非常にそういった国の動向も大きく影響していると。あと顧客動向ですね、環境ブランド、配慮ブランドが選ばれる時代と書いてますけれども、ミレニアル世代ですとか Z 世代と言われるような、より上の世代よりもその環境配慮に敏感と言われる世代がですね、消費の中心になっていくという中で、企業としてそういった消費者さんの中心になる中で、どういったものをサービスを提供していくのかというところが非常にテーマになってくるというところで、この脱炭素経営に取り組まないリスクの方が大きくなっているというのが現状じゃないかというふうに思っております。で、企業としてですね、どういった形で CO2 排出量を開示しなければいけないかというところですけれども、基本的にこの GHG プロトコルですね、これはグリーンハウスガス、いわゆる温室効果ガスの開示の国際的な決まりに基づいて算出するということが基本的なルールになっております。
で、これスコープ1から3まで、分かれておりまして、皆さんもこの辺はもう十分ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、スコープ1というのは自社で燃焼させた化石燃料から出てくる CO2 排出量で、スコープ2というのは、他社から供給されたエネルギーの使用から出てくるもので、主に電力になりますけれども、発電側でそれがどれだけ CO2 を出しましたかというところで、このスコープ1、2というのは自分たちが使ったエネルギーなので、比較的分かりやすい概念ですし、省エネ法、温帯法、あるいは都道府県別の条例、そういったもので開示が求められていたので、比較的ここに関しては算出するためのソリューションもありましたし、取り組んでいる大規模な事業者さんというのもいらっしゃったというふうに認識しております。はたまたこのスコープ3ですね、ここは新たにというかですね、着手しなければいけない、今後特にプライム市場に来年4月以降上場している会社はここはマストになってきておりますので、このサプライチェーン、要するに企業活動をする中で調達したもの、あるいはサービスに関する CO2 排出量というものが、その提供者側でどれだけ出されたものなのか、例えばメーカーさんであれば、その仕入れた原材料でありますとか、それが乗ってきた物流網、あるいは工場、オフィスに通勤する人、あるいは出張した人、そういった人がどれだけ CO2 を出しているのかというところを積み上げていく。あるいはこの下流というのは、その工場のゲートを出た後ですね、お店に並ぶまでの輸送網でありますとか、それを消費者さんが手に取った後にですね、どれだけ CO2 を出してますかというところを積み上げていくというところで、これは非常に膨大なデータを処理しなければいけないというところで、非常にここの算出に苦労している人がいらっしゃるというところで、弊社はですね、このスコープ3まで含めてデータの連携をしながらですね、簡易に労力を削減しながら算出するためのツールを作っているというところでございます。で、我々がやっていること、このゼロボードというですね、クラウドサービスを提供しているんですけれども、イメージ財務会計の世界でフリーさんとかマネーフォワードさんがやっていることを、この CO2 排出量の世界でやりましょうというところでございますけれども、まずこの CO2 排出量、これを企業あるいはグループ、企業グループごとに把握をしましょうというところと、あとその削減、管理ですね、いろんな脱炭素のソリューションがありますので、それをコスト対効果含めて、シミュレーションをして最も CO2 排出量の、コスト対効果が高い施策から取り組んでいきましょうと。で、それが出てきた後に、どうしても削減できなかったものに関しては、環境価値を買ってくる、J クレジット等々を買ってきて、オフセットして、最後、それ報告をするというのを一気通貫で提供するという仕組みでございます。で、特徴としては、このサプライチェーン排出量ですね、先ほど申し上げた上流、下流含めてですね、データを集めてきて、簡易に、人手を配して算出できるというところと、あとこのアウトプットを仕分けられるというところですね、当然、国際的な開示形式もありますし、省エネ方法、温帯もありますので、そういったところにアウトプットを出し分けられるというのも非常に重宝されております。あとその削減管理という部分を非常に分かりやすいダッシュボードで提供すると。ただですね、ここまでですとまだまだですね、報告のための仕組みで終わってしまうのではないかというのが我々の課題感でございまして、これを今後サプライチェーンのですね、下流の企業が上流の企業にですね、スコープ3を削減するためには CO2 排出量を出してくださいねというふうに要請していくわけなんですけども、必ずしもサプライチェーン上に乗っかっている企業さん、上場企業さんばかりではないので、この非上場企業にも脱炭素系に取り組む、インセンティブを与える必要があるんじゃないかと、そういったネットワーク効果のあるクラウドサービスによってそれを実現していくというのは我々がやっていることでございます。ここもうちょっと詳しく申し上げますと、ゼロボードのユーザーさん、これはせっかくクラウドサービスですので、 CO2 排出量をいろんなところにこう提供していくことによって経済的メリットも含めて得ていきましょうと。で、進めているのは、例えば金融機関さんとの取り組みであれば、今、グリーンローンでありますとか、サステナビリンクローンのように、CO2 排出量を下げていれば、金利を下げますっていうようなローン商品出されているところたくさんありますので、そういったところに出すためのツールとして使ってもらう。あるいは自治体さんであれば、今、ゼロカーボンシティ標榜している自治体さんたくさんありますけれども、なかなか域内の CO2 排出量が把握できていない自治体さんもいらっしゃるかと思いますので、導入の温度を取っていただいて、そこに対してデータが上がっていくような仕組みを構築をする。あるいはこのサプライチェーンの中での可視化ですね。これはもう QCD に加えて、この CO2 排出量の調達基準に加わってくる時代がもう来つつありますので、きちんと CO2 排出量を削減していれば、消費者さん、あるいは納品先に対して、より商売が拡大していくという形で、いろんな形でこう企業価値が向上していくような仕組みというものを提供できないかという施策をやっております。
ですので今我々ベータ版のシステムを100社以上に今導入しているんですけれども、いくつかもう連携先がございまして、例えば銀行金融機関さんであれば三菱UFJ銀行さんの融資先の脱炭素のためのソリューションとして採択をいただいてですね、彼らの融資先に今どんどん入れていっています。あるいは自治体さんであればですね、直近発表させていただいている例で言いますと、小田原市さんと一緒に、まあ、域内の可視化を進めましょうという取り組み。あとは、実際のソリューションプロバイダーさんですね。実際にその CO2 排出を削減できるソリューションをお持ちの、まあ、電力会社さん、ガス会社さん、あるいは省エネコンサルさんですとか、各種メーカーさんと一緒に、このソリューションを渡していくわけなんですけども、まあ、大手さんでいうと関西電力さんと一緒に彼らの電力顧客向けにこのゼロボードというものを使っていただいて、その上で脱炭素のソリューションを提供してもらうと、そういった形で今徐々にこのゼロボードのユーザーさんのシェアを増やしていっているというところでございます。で、じゃあ自治体さんとの取り組みどうなるんですかっていう話なんですけども、基本的に自治体さんも事務事業編あるいは区域施策編という枠組みの中でですね、CO2排出量を報告されているのかなというふうに思います。で、当然自治体さんの施設内でのですね、CO2排出量の把握にお使いいただくこともできますし、この域内ですね、今区域施策編ほとんどの自治体さんマクロ推計で出されているんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、指針の中ではやはり積み上げ法ですね、より地域の特性に合った CO2 排出量の脱炭素の施策を打つためにこう積み上げ法に移行するということを一応、推薦されているのかなというふうに思いますので、域内の企業さんからきちんとサンプリングデータを吸い上げられるような仕組みっていうのを一緒に作っていきましょうという話を、させていただきたいなというふうに思っております。で、具体的に申し上げますと、我々自治体さんからお金をもらうモデルというよりかは、地域脱炭素に関する、まあ、協定というようなものを結ばせていただいて、まあ、域内の企業さんに我々はこのゼロボードというものを、提供します。その上でですね、そこに至るまでの間にですね、まあ、導入の支援ですね、温度を取っていただいて、地域金融機関さんだったりとか、自治体新電力さん、あるいは商工会議室さんを巻き込んだ取り組みで、域内の企業さんがゼロボードを使うようなですね、インセンティブをこう一緒に作っていけないかなと。で、そこからデータが上がってくるような仕組みっていうのをぜひ一緒に構築していきたいなというふうに考えておりますので、まあ、地域脱炭素ロードマップに従ってですね、何か今後施策を打たれていくというところであれば、まず可視化という部分が重要になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味を持った皆様をお手を挙げていただければなというふうに思います。はい、以上で私のプレゼンを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、竹地さんどうもありがとうございました。それでは早速、すみません、ちょっと事務局のタイムキープがうまくいっていなかったので、竹地さん次10、19時12分までということなので、質疑応答19時11分まで受け付けたいと思います。はい、コメントご質問、大府市の戸田さんお願いします。はい、大府市の戸田と申します。プレゼンありがとうございました。工場とかのそのエネルギー排出の場合のその見える化っていうのは、今ですと例えば省エネルギーセンターのその指導員の方が実際に工場を訪問してどれぐらい CO2 が排出しているのかっていうのを実地で検査されて把握するっていうシステムは今あるのは知ってるんですけど、このゼロボードさんが実際その CO2 どれぐらい出てるかっていう、そのどうやって測定されるのかなとか、あと企業の方が実際にその訪問したとき、企業の方がどうやってそのシステム的に知ることができるのかっていう、そういったところをちょっとお伺いしたいです。ありがとうございます。基本的に環境法令ですとか、金融市場向けに開示をする CO2 排出量は、測定というよりかは、実際にこう、調達した化石燃料あるいは使用した電力それぞれの活動量に対して減単位をかけていくという形なので、どちらかというとこう会計データから持ってくるっていう話になってくるんですよね。なので我々はそのクラウド会計サービスだったりとか、あるいは SAP さんのような ERP からデータを持ってきて、企業としての CO2 排出量を、まあ、算出するというところをメインとやっております。はい、よろしいですか。ありがとうございます。なので、あれですね、電気料金とか、そういったところから、どれぐらい使ったかのかっていうところを、まあ、データとして。おっしゃる通りです。月次のキロワットアワーが、使った使用電力量が請求書に載っておりますので、それを使うっていう形になります。そういうことですね。わかりました、はい。ありがとうございます。はい、村井さん、いけるでしょうか。はい、村井さん、ありがとうございました。率直に導入コストについてちょっと教えていただきたいなと思ったんですけど、初期費用とこうランニングコストってどれぐらいかかるものなんでしょうか。こちらは月額のですね、サブスクリプションモデルで、
1拠点月8000円という価格で提供しております。 1拠点というと、まあ、工場ですとかオフィスですとかそういう単位ですね。あ、はい、ありがとうございます。はい、まずはご興味を持った方ぜひコネクト上げていただいて詳しくお話聞いていただければなと思っております。はい、それでは時間になりましたのでコネクトはナイスの名を上げていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。豊橋市さん、コネクト、東広島市さん、京都さん、神戸市さん、大滝さん上がってますかね。宮城さんも上げていただきました。宇部市さん、大府市さん、横須賀市さん、どっちだろう。あ、ナイスかな。はい、ナイスですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、第4社目の企業、ゼロボードの竹内さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。以上、もちまして、4社のピッチが終了いたしました。南雲さん、4社聞いていただけたでしょうかね。はいはい、聞いてましたよ。はい、いかがでしたか、今日の4社。もうあれですね、環境の、なんていうんだろうな、知恵出しはここまで来てるのかって、すごいそういう印象でしたけども、一社ずつ簡単に申し上げますと、まずベブリッジさんのは、まあ、環境というよりはね、僕はこれはどちらかっていうと、障害者とかね、子連れのお母さんとかが道迷わないで、特に雨降ってる日とかね、目的地にちゃんとつけるような、そういうサービスになったらとってもいいなというふうに思いました。ね、渋谷とかね、出口間違えたら大変なことになっちゃうじゃない。やっぱそういうところってやっぱりなんていうんだろうな、やっぱ障害が持ってる方とか子連れの方ってとっても大変だと思うんで、そういう優しい街づくりのツールになってくれたらいいなというふうに思います。特に災害が発生した時とかね、そういう人たちが一番困ると思うので、そういう人たちにとって優しいツールになったらとってもいいなというふうに思いました。それから2つ目のミライエスさんのは、これは僕すごいなと思ったんですけど、堆肥の処理コスト、それからリサイクル率、それから CO2 ということで、これ KPI3 つ一遍取れちゃう仕組みなんだというふうに思ったんですね。で、まあ、ゼロカーボンシティの宣言とかで、これからいろいろといろんなことをやらなきゃいけなくなっていくわけですけども、多分これが、デジタル田園都市都市国家構想の中で間違いなくこれ入ってくるものなので、そういう KPI のところに進化していく可能性がすごく高いという形で、ぜひ頑張っていただければなと、応援したい気持ちになりました。それから3つ目のプラゴさんのも、これまたすごいなと思ったんですけども、まあ、充電のところに着眼、車というよりもね、充電のところに着眼したというところが正しいと思うんですけども、人流を変える、それから充電している間の人の行動を変えるインセンティブになるということなので、まあ、なんて言うんだろう、ロードプライシングとかね、まあ、ダイナミックプライシングとか出てましたけども、とかいろんなのと結びつくと、実は一番その人の行動を変えて、脱炭素、先行都市か、先行地域に近づける、なんて言うんだろうな、特効薬みたいになっていく可能性が高いんじゃないかなというふうに思いました。公用車とかタクシーとかね、あまり意識してないかもしれないところ一気に変えていくっていう力を持っている可能性もあるというふうに思いました。それから最後のゼロボードさんのは、一番面で売って取るっていう仕組みだと思いましたね。スマートシティ全体、自治体さんとか企業さんだけじゃなくて、全体の社会会計っていう、企業会計とか公会計とかあるんだけど、社会全体の会計制度っていう形で入っていくと、日本を一気に変えていくっていう起爆剤になる制度設計につながる可能性があるかなというふうに、そんなふうに思いました。もしあと時間があれば、いつもと同じで自治体さんにもちょっと聞いてみたいところがあるんですけど、いいですかね。はい、ぜひお願いします。今日はね、ちょっとまたいつもの通りで勝手にご指名させていただければと思いますけども、京都の知恵産業創造の森の川口さんと横浜の高木さんにご意見をお伺いしたいなと思うんですけども、今日のご感想と、それから各自治体の中で、今までのも含めてどんなような形で展開されていらっしゃるか、一言ずついただければなというふうに思います。じゃあ、川口さんからよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私がもともと京都市役所のから今出向で出てるので、京都市役所の観点から言うと、まず観光はやっぱりですね、分散化というフェーズに京都市は差し掛かってまして、まさに観光客がいっぱいいらっしゃるので、
そこをどういうふうな魅力的なコンテンツに分散するかというところで、本当に皆様の今日ご紹介いただいたサービスが、すごいこの、なんていうんですかね、いろんなヒントにつながるかなというところと、あと環境面でいうと、本当に京都市は一応、環境都市な日本一を目指しているので、そういうところでいうと、本当にまあ、カーボンニュートラルもそうですけど、本当にこう目指していかないといけない課題のところのソリューションをお持ちだったので、ちょっと今日はコネクトをいっぱい上げさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。横浜、高木さん、お願いできますか。はい、横浜市の高木です。やはり皆さんのこの社会課題の捉え方だとか、それから何よりも使命感にですね、非常に共感、個人的には非常に共感をして、いつも聞かせていただいております。で、私もこうおつなぎする立場からすると、やはりその所感とこう一定程度すり合って、方向性がすり合っておつなぎしたいなと思って、まあ、現時点でこうナイスでとどまっているような事例も多いんですけれども、実は今回いただいた情報をもとに、その後もいろいろ所感と調整して、後からコネクトになったような事例もありますので、まあ、そういう意気込みで今後もつなげることを頑張っていきたいと思っております。あと長間さんおっしゃった通り、いろんな自治体の方のご意見を伺うことがやはり我々にとっても非常に有意義だなと思ってますので、ぜひこうしたコミュニティ今後も盛り上げさせていただければと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ杉原さん。長間さん、コメント素敵なコメントありがとうございます。皆さんもありがとうございます。第5回ですね、重点テーマに置かせていただいている環境エネルギー、それからモビリティといったところで、事務局の気合を感じていただけた第5回だったんじゃないかなというふうに思っております。で、次回ですね、第6回、12月はですね、重点テーマ農業というところになります。農業だけに限らず、まあ、食品ロスといったところも入ってくるかなと思っておりますので、来月もぜひ皆さん楽しみに、ご登壇いただければと思います。以上をもちまして第5回、ちょっと時間が過ぎてしまって申し訳ございませんでした。第5回のマンスリーピッチ7ミニッツを、終了とさせていただきたいと思います。ご登壇いただいた、企業の皆様、それからスタメン47の皆様、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ最後にですね、事務局の方から簡単に今後のウェビナーのご紹介をさせていただいて終了とさせていただきます。今日ご参加いただいた皆様にですね、この後アンケートが自動配信されますので、ご協力よろしくお願いします。今後の予定でございます。今週はですね、あと木曜日ですね、益田市の、取り組み、サイバースマートシティ総合協議会様の取り組みご紹介いただきます。それからスマートシティシリーズ、それから12月1日は学生に参加していただいたり、あと横浜のご紹介、それから14、21はですね、これいずれもスタートアップの、単独のシリーズになります。よろしくお願いします。先ほどの第6回ですね、この後12月22日になります。こちらもお見しなくということで、ございます。はい、以上をもちまして、本日のですね、ウェビナーは終了とさせていただきたいと思います。ちょっと時間をオーバーしてしまいまして、大変失礼しました。今後ともよろしくお願いいたします。ご視聴いただきました皆様ありがとうございました。ご登壇の皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。